かになるやろね。うん、段の付くやろね。段の付いていい感じになるかなって。なるって思うかった。スイカ下がこう上まで上がれないわかと思う。上げたらこのドローンかにくて。覚えとってちょっと開けただけちょっと開けただけさっき円盤のロータリーに穴もわからんもんだろって言ったんだけど違う違う、はい、あそこにわかりんかっちゃうね円盤の方ドボンついたらわからんもんってなるけど円盤の方もちょっと上げとかないか今まで一発やっぱりねやった方が標準よりちょっと上げたいなちょっと今下がっとった上げとった下げないからねちょっと上げねあーなるほどねちょっと上げたったら今ちょっと上がっとる、うん、いや、うん、今ちょうどどっかい見ればよかった今ちょうど見る場所によっては高さが全然だからちょっと合わせてよかったのかねそこが標準や。
まあね。もうちょい、はい、
かね。
スマートフォンをですね、音楽聴けますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。で、あと、3番目でですね、スマート化への対応ということで、こちらの特殊仕様のグッドキャスト、今日の見ている内側の方がグッドキャストなんですけれども、こちらの特殊の仕様でございます。さらに短縮することで作業時に短縮していくことができます。
さあ、これまでは皆様にね、いろんな商品をご提案しておりますが、まずは今日はね、この機材をお見せいただきたいということで、まず商品の展示をさせていただいております。さあ、そのおかげでこの2023年を迎えまして、久保田の最先端の高さからといたしまして、1月末から3ヶ月間60、65、70度と新たに特急81号が採用されたドライバーをこちら大空間の。
2023年を迎えまして、こちらの新しいトラクターレクシアシリーズから直進アシスタントの MSP が登場された。